こんにちは、ネギオです。本日も、よいしょ、美味しいところね、いっぱい仕込んでいきたいと思います。よいしょ。まずはね、こちらからいきましょうと、よいしょっと。よいしょ。カツオでございますね。よいしょ。今日のはね、結構身が締まってて、いいやつでございますね。お、いらしていただきありがとうございます。おはようございます。おはようございます。ありがとうございます。よいしょ。今日のねカツオかなりね身が締まっててしょプリプリしたカツオでございます。よいしょ。お、 ありがとうございます。おっとっと、おはようございます。おはようございます。いらしていただきありがとうございます。よいしょ。カツオからねさばいております。よいしょ。うん、プリプリですね。よいしょ。よいしょ。さて今回はねタイトルはね、よしと、アメリカのね寿司屋で食中毒ってことでね、キノコって生で食べるのっていうのにしといたんですけども、おお、あらだす、今朝も朝から仕込みお疲れ様でございます。ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。昨日ちょっと遅かったんで始まるのも遅くなってしまいました。よいしょ。よいしょ。なんかアメリカのねお寿司屋さんで、よいしょ、巻物食べた人がねなんかね食中毒になったつお話が出ておりました。よいしょ。怖いですね。よいしょ。まあ、なんか高級キノコのアミガサタケっていうんですかね、あれをなんか生でね巻物に使ってたっていうことみたいなんですけども、よいしょ。なんか日本だとねキノコ生で食べるみたいのねないんでね、よいしょ、キノコ生で食べないでしょって思っちゃうんですけどね。よいしょ。よいしょ。なんか調べてみるとアメリカはちょいちょいなんか生で食べるらしいですね。よいしょ。なんかマッシュルームとか、よいしょ、サラダとかに乗せるみたいな話が出ておりました。驚きですね。よいしょ。そのノリでアミガサタケもいけるんじゃねって使っちゃったんですかね。よいしょ。海外、アメリカとかでも結構要注意なんですね。なんか出されたらね食べられるもんだと思ってね食べちゃいますよね。よしよしよし。まあ恐ろしい話だなと思うわけでございますね。よいしょ。よいしょ。カツオでございました。よいしょよいしょよいしょ。ありがとうございます。ヤミーありがとうございます。ありがとうございます。何でしたっけねこれ。あのキティちゃんが言ってたやつですよね。お塩振っていきます。よいしょ。
これで置いておきます。よいしょ、よいしょ。お次はこちらね、8匹でございます。よいしょ、よいしょ。お、ありがとうございます。おちょっとねわからないんですけどね、すいませんねお、ありがとうございます。ボニートつって、あ、ボニートはカツオでしたかね。あ、そうですね、先ほどのはボニートカツオでございます。よいしょ、こちらは8匹っていうやつなんですけどね。よいしょと、よいしょ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 、もう一丁いってくださいね。よいしょ、うん、今日の8匹若干ね水分多めな感じがしますね。よいしょと、もうちょっと水を抜いてあげたかったんですけどね。よいしょ、ちょっと今日は昨日ですか、魚がいっぱいだったもんでね、ちょっとうまく水が抜けなかったようでございます。よいしょ、まあね、かなり悪いとかするわけじゃないんですけど、よいしょ、そういう対応した仕込みが必要かなっていう感じですね。よいしょ、よいしょ、しかし巻物で食中毒っていうのは結構怖いですね。よいしょ、握りとかでしたらね、なんかやばそうなの乗ってたらね見えたりもするんで分かったりもするかもしれないんですけどね。よいしょ、巻物で中に入ってたりしたら分かんないですからね。よいしょ、信頼して食べるしかないですからね。よいしょ、怖いなぁと思う次第でございます。よしよし、まあ、最近ねなんかお寿司も、よいしょ、学校とかでねちょっと勉強して海外に行くみたいなのも結構流行ってますからね。よいしょ、よいしょ、慣れてない方とかも多いんですかね。よいしょと、お賠償いくらくらいになるんだろうそうですね、どうなんですかね、なんかどうもね、まあ助からなかったようなんですよね、ちょっと残念なことにね。はい、だもうそうなるとどうなってくるんでしょうね、恐ろしい話でございます。よいしょ、まあ日本人の方はねキノコ生で食べれないと思うんでまあ問題はないと思うんですけど、まあ外国行った時にねなんかよくわかんないけど出されちゃったらわかんないですもんね。よいしょ、よいしょ、海外での食事も気をつけないといけないですね。次はこちら糸よりでございます。よいしょ、まあ外でのお食事は日本でも気をつけなきゃいけないですけどね、もうね。よいしょ、信頼できるところで召し上がらないと、よいしょ、食中毒リスクはどうしても高まってしまいますのでね。よいしょ、よいしょ、まあアニサキスとかもね寄生虫なんかいないよって言ってる人はまあ結構いっぱいいますけど、よいしょ、まあリップサービスで言ってるだけならいいですけどね、本当に分かってない場合はね、よいしょ、いても分からないってことですからね。
よいしょ。よいしょ。そういうところでね、お食事をするっていうのは、てんてんてんっていう感じでございますよね。よいしょ。まあ、最近日本でもね、いろんなお魚が、まあ、回転寿司屋さんとかでも使われてますし、よいしょ。まあ本当に安全性確立されてるのかなってちょっと心配にもなってまいりますが、よし。まあ、最近はあまり聞かないですけど、まあ最近は聞いてないですけど、昔ですとね、その初めて入ってきたお魚とかで、あ、これうまいうまいとか言ってやってたらめっちゃ食中毒でね、大変なことになったみたいなこととかもあったんで、よいしょ、なかなかそういうのを知ってる身としては、よいしょ、いきなり見知らぬ魚が来てね、よいしょ、これ生でいけるから食いましょうよって言われても、なかなかそう生で食う勇気はちょっとね、よいしょ、ないんですけどね、自分はね。よいしょ。こちらがね、メジナでございます。よいしょ。今日長崎のメジナでしたかね。結構ね、市場で入る分には結構大きめのメジナでございますね。たまに見かけるんですけど、もうちょいね、ちっちゃめなやつが多いですかね。メジナもね、香りがね独特なので、よいしょ、まあ、よくね釣りする方とかだとね、結構よいしょ、磯とかで釣られるんですかね。よいしょ、よいしょ、結構海藻とかを食べたりしてましてね、よいしょ、そのせいでね独特の香りになったり、まあ最近だと磯焼けのね原因だなんて、まあ原因の一つだって言われてたりもしますけどね。よいしょ。まあそれだけに限ったことではないんですけどね。よいしょ。まあ昔はなんか自分は港とかであれですね、ちっちゃいメジナとね、よく戯れてましたけどね。よいしょ。釣りしているといっぱい寄ってきてね。よいしょ。結構すぐ釣れて、よいしょ、引きもね一瞬すごいんで楽しかったですけどね。よいしょ。よいしょ。メジナでございました。ちょっとご飯を入れてきますね。お待たせしました。よいしょ。そうしましたらカツを炙っていきますね。よっこせ、うわー水が。今日のはね、かなり身が締まってる筋肉質なカツオでございますね。よいしょ。
前はねこういう身が締まってて爽やか系のカツオはあの皮引いてあげてたんですけれども、なんか昨今は昔よりもすごい爽やかになった気がしておりまして、よいしょ、皮も引いちゃって爽やかに仕上げるともう何が何だかみたいな感じになっちゃうので、最近はこうやってどっちも炙りにしております。皮の香りごとね食べるとやっぱり力強さがね強くなりますんで、よいしょ、最近はねおすすめしてますかね、よいしょ、お塩振ります、よいしょ、よいしょ、置いときますね。次はサワラっすかね、よいしょ、おはようございますおはようございます、いらしていただきありがとうございます、よいしょ、おお、ちょっとくっついちゃった。次はサワラっすかね、失礼しましたと、もう一個半分がいましたねよしと、サワラはだいぶ水分抜けたみたいですね、よいしょ、結構ねこのペーパーがくっついてます、魚はねどんどんね水分抜けるときに抜いといた方がよいしょ、物も悪くなりませんし、よいしょ、味もね濃厚になってね美味しくなるんでね、よいしょ、ぜひね意識して抜いていただけたらと思います、よいしょ、よいしょ、今日新潟のサワラでございます。結構ねやっぱ身が締まってますね。このサイズなおかげもあると思いますけど。よいしょ、先週の岩手のやつと打って変わって、よいしょ、さっぱり系でございますね。先週のやつはかなりね油が乗ってたんでびっくりしましたね。ちょっとついてんな。よいしょ。もう一発サワラでございますね。よいしょと、よいしょ
まあ、サワラもね、最近ね、ついに、あれですね、レッドリスト入りということで、よしよし、準絶滅危惧種になってしまいましたので、よしこうやって普通に食卓に登るのも、よいしょ、よいしょ、今年でもしかしたらあれかもしれないですし、よいしょ、まあ日本のことなのでもうちょっと後から規制が来るかもしれないですけどね、よいしょ。まあ、これぐらいのちっちゃいサワラはね、そんなにお値段的にあんまりしないんですけど、でっかいサワラはね、もうかなりね、高級品になっております。よいしょ、その辺がどうなっていくのかっていう感じですね。よいしょ、とってもね、何にしても美味しいお魚なので、よいしょ。ねえ、よいしょ。よいしょ。ねえ、減っちゃって食べられないっていうのはね、どうにかね、回避していただきたいと思うわけでございますけれどもね。よいしょ。よいしょ。よいしょ。まあ、ちゃんとね、管理してあげればまた、増えてくるかもしれませんからね。よいしょ。その辺もね、頑張ってもらいたいなと思うわけでございます。よいしょ、おっとっとっと、危ない。よいしょ、よいしょ。まあなんかね、マグロとかはね、最近増えてきてるっつって結構盛り上がってますね。よいしょ、よいしょ、数がかなり増えたみたいだよって言って、各地でね、いっぱいマグロが取れてますんでね。よいしょ、よいしょ、サワラでしたーと。よいしょ、よいしょ、まあ増えた増えたっつって、実際増えてれば喜ばしいことでございますが、よいしょ、またいっぱい取っちゃったらいなくなっちゃうんじゃないのかなと思う次第なんですけれどもね。よいしょ、こちらクロダイでございます。よいしょ、船橋のね、クロダイです。よいしょ、最近のりだの、アサリだのをね、食い荒らしてるんで、工房から怒られているクロダイでございます。よいしょ、まあそのせいか最近のね、あの千葉のクロダイすごく美味しいですね。よいしょ、かなりうまみがね、強い感じがしますね。たださすがにちょっと産卵期真っ只中に最近なってきましたんで、よいしょ、ちょっとね、以前よりは、よいしょ、物が落ちてるかなっていう感じはしますね。よいしょ、よいしょ、お、ありがとうございます。魚さばける人ってすごいと思う。ありがとうございます。よいしょ、嬉しいですね、そう言っていただけて。まあ魚もね、結構あのさばき方はあの手順なんで、よいしょ、自分なんか本当に割と基本のさばき方でずっとやってますけど、クロダイでございます。よいしょ、まあなんでね、そのさばき方を覚えちゃえば結構誰でも一応さばくのはさばけますけどね。よし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 、炙っていきます。カツオです。まあさばいて焼いたりして召し上がるんだったらいいんですけど、昨今はね、生で食べるっていうと安全性とかっていう話がちょっと出てきちゃうんで、まあさばいてね、召し上がる人は
やっぱ増えた方がねいいとは思うんですけれども、なかなかね生で食べるのをねおすすめできないっていう、そういう難しい状況になってきておりますね。よいしょよいしょ、カツオでしたーと。次はこちらね、先ほどさばいた糸よりでございます。よいしょ、お塩振っときます。まあ、割と身が柔めのやつでね、今日は特にやばいですかね。よいしょよいしょ、まあそれだけ旨味がね出やすいお魚っていう感じなんですけどね。よいしょ、あれです、アノサキスでしたっけ、そうですね、あのアニサキスってやつですねよいしょ、寄生虫魚屋さんでは取ってくれてるのかな、イカとかそうですね、イカとかはね、まあイカはあのなんていうんですかね、まあほぼほぼいるというか大体いるんですけど、まあ内臓の中とかですね。まあただイカは結構ね、まあ危ない危ないって言われるんですけど、よっこいしょ、まあ皆さんご存知のようにイカ結構硬いんで、よいしょよいしょ、いや、あ失礼しましたよいしょ、あ入んねえな、ちょっと閉まってきます。よいしょ、失礼しました。イカはね、あのアニサキスのその、ね、食中毒の危険という分では結構ねそんなにないっていうのはありますね。よいしょ、身が硬いんであんまりね身の中に入らないんですよね。まあ、入れないっていうのが正しい表現だと思いますけども。よいしょよいしょ。こっちでございます。こっちはしまっておきますかね。よいしょ、まあイカとかだとあのそのね入ってたアニサキスがね他のに入っちゃって食中毒みたいのが結構やっぱり多いですよね。よしよしよ、 お魚見てたら寿司食べたくなってきたありがとうございます、すいませんねそうなっちゃいますよね。よいしょ、自分はもう慣れちゃってるんであんまりならないんですけどもよいしょ、お、あれです。今日から混みますかね。そうですね、混むといいんですけれどもよいしょ、うちはあのまあ例年そんなにあのゴールデンウィーク忙しいタイプのお店ではないのではい、ゴールデンウィークだからといって特に変わらずいつも通りみたいな感じですねまあむしろ帰ってなんかお客様方は遠くに行かれてたりするのかなとか、まあこうちのあたりかなり住宅街って感じなので、よいしょ、そういう感じはしますかね。で集まったら集まったで、まあね昨今お安いお寿司屋さんのがあるんでそっち行ってる感じがしますね。はいまあ混むといいなといったところでございます。よいしょ、今んとこ予約は入ってないんですけどね。よいしょ、クロダイ、よいしょ、もう一枚いっときますかね。よいしょ、こっちの方がさっきやったクロダイより身が締まってますね。
よいしょ。けどやっぱり若干水が入ってますね。よいしょ、もう厳しいかな。時期的にそろそろあれですかね。よいしょ。まあどうしてもね、卵を持ったりよいしょする時期なので、身の方がねちょっとあれになってきてますね。お、ありがとうございます。初見ですありがとうございます。いらしていただきありがとうございます。よいしょ、こんな感じでいつも魚さばいておりますよろしかったらぜひぜひですよいしょ、今ね黒ダイさばいておりますね。よいしょ、よいしょ、黒ダイでした。よいしょ。お寿司屋さんの人ってやっぱお寿司いっぱい食べるんですか？そうですね、まあうちはあんまりいっぱいは食べないですかねよいしょ、まあネタとかはねよいしょ結構余るんですけれども、まあどうしてもまあお寿司屋さんはそのロスがすごい商売だって言われてますんで、ネタ自体はすごい余るんでございますが、やっぱ気持ちの問題っていうんですかね、テンションと言いますか、お客様にね召し上がっていただこうっつって仕込んでるんですけど、まあどうしてもね召し上がってもらえなかった分をね食べるってなるとね、結構こう精神的に来るもんがありますね。はい食べてもらいたかったなみたいな感じでね。まあそれなんで味見とかはしますけど、めっちゃ今日の夕飯一人前食うぞみたいなのはあんまりないですかね糸寄りでございました。まあたまにいっぱい余ってると海鮮丼とかにはしますよ。よいしょ、たまにぐらいだとねやっぱうまいなって思いますねまあ自分の寿司もね味見とかで食べますけどね、こうやっぱりなんていうんですかね、実験結果と言いますかね、まあうまいんですけど。よいしょ、あ、サワラにね塩を振りましたね。よいしょ、あ、まあこうやったからこうなったね、ふーみたいな感じになっちゃいますよねまあたまにそれを超えるうまさが出たりとかもしますけれどもね。よいしょ、次を持ってまいります。お待たせしました。お寿司食べてみたいですありがとうございます。うちのはね結構魚の持ち味を生かして握ってるお寿司なんで、結構ね他というかね、普通のところで召し上がるのとはかなり違いますかね。よいしょよいしょ。まあ日本でもね珍しい赤酢っていうお酢をね 100% で使ってるお寿司屋さんですので、よいしょ、まあ高級寿司屋さんに行くとね赤酢っていうのを使ってるんですよね。使ってるんですけど、よいしょ、結構ねブレンドして使ってるお店が多いんですよね。そのまあ赤酢が高かったり、よいしょ、赤酢のね香りがね
まあ、もろに行くとなんか嫌なんじゃないかっていう説が結構濃厚であったりしまして、それでね割ってるところが多いんですけど、よいしょ。まあ実は赤酢の香りってそんなにね嫌な香りじゃないっていうのがねやってみると分かりましたね。よいしょ。お子さんでも普通にね 100% でパクパク食べますからね、うまいうまいっつって。よいしょ。お、ランチってやってるんですか？はい、ランチからね、やっております。うちはですね、金曜日から始まるみたいな感じになっておりまして、まあ、金曜日に市場に行って仕込みをしてますので、金曜日はランチやってないんですけど、土日月火はランチもやっております。よいしょ。金曜日はね、こちらで仕込みをね頑張っておりますんでちょっとねランチやる時間はないなみたいな感じですね。まあ前日の残りもありませんしね。よいしょ。よいしょ。まあ、寿司酢を赤酢だけで作ってるところって結構ね普通に日本でも珍しいんで。よいしょ。でうちはまあそんな一人1万とか取らない、高級寿司じゃなら取らない店なので、多分日本一安いんじゃないですかね。よいしょ。赤酢を 100% で使ってるお店の中ではね。よいしょ。よいしょ。お、ありがとうございます。なんていうお店ですか？ネギオ寿司と申します。このねチャンネル名にもそのままネギオ寿司チャンネルにしてあるんでもうそのまんまでございますよしよしよし。よいしょ。まあ関東圏はねケータリングもやってるんで、よしよし、出張もね一応できますけどね。よいしょ。皆さんでお集まりのね時にはね何かの会とかの時とかね。よいしょ。よいしょ。お、カウンターだけですか？そう、ありがとうございます。そうですね。カウンターと、あとテーブル、座敷ですね。よいしょ。カウンター6席と、よいしょ。畳がありまして、その上にテーブルが。まあ、一応最大6名掛けのテーブル。まあ、基本4名ぐらいなんですけどね。やっぱ6名だと狭いんで、ちょっと。のやつが4つありますんで。4624とか、まあ、貸し切りでやる分にはギリギリ30ぐらいいけるかなみたいな感じですかね。わちゃわちゃしますけどね。よいしょ。よいしょ。よいしょ。お、ありがとうございます。千葉ですか？岡山なので行けないです残念ですそうですね、なかなかやっぱね皆さんいろんなところから見てくださってるんでね、東京とかだったらね何かの機会にねっていうのもねあるかもしれないんですけどね。ちょっとね千葉はね結構東京から遠いんでまあここのうちのあたりはですね、はい。よしよしよいしょ。お、すごいですね、ありがとうございますまあ一人でねほとんど手作りでやってますんで、3組ぐらい入ったら結構てんてこまになってますけどね、はいよいしょよいしょと。まあケータリングとかでもねオフィスとかに普通に行ったりとか、よいしょ、ご家庭でね、よいしょ、3世代の集まり時とかに呼ばれたりとかしますよね。よいしょ。よし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 。お、わかりますありがとうございますじゃあサワラ炙っていきます。うまそう、ありがとうございますお魚がね美味しくなるようにね、よいしょ、その子の持ち味を引き出してあげております。よいしょ。結構サワラがねがっつりめに炙ってあげた方が美味しいですね。
よくお寿司屋さんはさっくり炙る方が多いんですけど、さっくり炙ると逆にあの魚臭さが引き立っちゃって、ちょっと臭くないみたいになっちゃったりするんで、あれ場所がないちょっと強めがおすすめですね。よいしょ。よいしょと。お、いいですね。ありがとうございます。よいしょ。美味しいとこね、いっぱい入れております。よいしょ。サワラがもう半分あるんで、これもね。塩振っときますかね。よいしょっと。よいしょ。あれ、ちょっと魚多いか。まあ、しょっか。よいしょ。よいしょ。まあ、市場に行ってその時のまあ海苔というかね、あの魚の並びとか見て何入れるか決めるので。結構ねテンションによって入れすぎちゃったりとかするんですよねこちら糸よりでございます。こいつはしまっときますかね。よいしょ。やっぱ好きなんでね、ちょっとちょうどいいやつとかいると買っちゃうんですよね。よいしょ。こちらがメジナでございますね。よいしょ。まあ、昨今ね、いろいろあの寄生虫の問題とかもありまして、よいしょ、まあ、なかなかあんまり有名じゃないんですけど、ね、アニサキスじゃないやつの問題もちょっとよいしょ最近盛り上がっておりましてね。よいしょ。それ対策でもやっぱり魚の種類がちょっと多めじゃないと困るなってことになっておりますね最近は。よいしょ。こちらがアジでございます。よいしょ。なんかね、よく最近魚にいる白いね、白い点々のまあ寄生虫なんですけどね、まあ、ちょっと正しくないのかな。よいしょ。集まると白い点々になる寄生虫っていう感じですかね。よいしょと。お、ありがとうございます。料理詳しいんやねありがとうございます。料理もお魚も好きなんで、まあ大学で水産学をやったのもありまして、結構ね、いろいろ勉強しております。よいしょ。この子たちはアジね、とっとくアジでございます。よいしょと。よいしょ。お、あらだす。回転寿司と回らないお寿司のお店ってやっぱりお寿司の違い結構あるんですか？あー、ありますね。よいしょ。まあ結構ね、お寿司違いますねまあ100円のところはまあもうあれだと思うんですけども、よいしょ。よいしょ。まあ回る回転寿司で、よいしょ、まあお高いとことかでね、職人さんが握ったりとかしてるとこもありますけれども、よいしょ。ああいうとこはね、すでにあの魚の目利きとかをまあしないものでして、よいしょ。でなおかつお安くね、売り入れてくれっていう話を結構魚屋さんにがっつりしているものですから、よいしょ。まあ自分らが朝一行って目利きして魚を買うわけなんですけど、まあそういうのの残りがね、次の日に回転寿司さんに行くとか、そういう感じのね構図になってるようでございますね。だ、鮮度的にはかなり、おお、これいっちゃうんすねみたいな魚とかを回転寿司さんはやってたりとかします。はい、まああんまりね言うとあれですけどね。はい。よいしょ。あとはもうほとんどね、あの職員さんが握ってる風でも、最近はシャリ玉って言って機械がねシャリの玉を作ってるんで、はい、普通の握りとはまあ全然違いますねよいしょ。お、ありがとうございます。店やった方がいい。あ、店やっております。はい。すいません。はい。ネギお寿司のネギ氏と申します。はい。千葉の鎌ヶ谷ってとこでね、ネギお寿司やっております。はい。
お、店やってんの。はい、そうです。今日ね、今日の分の仕込みを今やっております。今日もランチからやります。まあご予約は今のところ入ってないんですけどね。はい。よっこいしょ、よっこしょ、よっこしょ。サワラでございました。マジか、1個ありがとうございます。よいしょ。お、予約制なの。あ、予約制ではないんですけど、まあ予約できますね。予約できるって感じで、まあただあの予約していただかないと、たまにねランチとか入れない時あります。はい、よいしょ。まあでっかい寿司屋じゃないんで、ランチも 7,8 名とか分ぐらいしかないので、はい、タイミングによっては、まあ不思議と皆さんあの一緒にいらっしゃるんですけどね、あの忙しい日はいっぱいバッと来るんで、はい。よいしょ。ちょっとお魚をしまいます。まあ不思議とね、皆さん一緒にいらっしゃるので、めっちゃ混んでるって思われてますけど、暇な時はあの全然来ないとか普通にありますね。はい。お、こんにちは、ありがとうございます。こんにちは、いらしていただきありがとうございます。よいしょ、よいしょ。お寿司以外の食べ物あったりするんですか。お寿司以外はそうですね、よいしょ、まあ茶碗蒸しとかそういうのも普通にありますね。茶碗蒸し、卵焼きとか、まあ、ただつまみ系とかになっちゃうんで、まあ、いろいろあるかっつったらそうでもないですけどね、はい。まあ、やっぱりあの魚に特化したような感じのお店になっております。よいしょ。ちょっと魚しまってきます。よいしょ。絶対うまいやん、ありがとうございます。一応ね、あのやっぱ自分が魚好きなんで、よいしょ、うまいやつしかねやってないですね。まああのまずいやつをやらなくて済むように、あのメニューとかも日替わりみたいな感じになってますので、よいしょ、よいしょ。お、品物勢ぞろい、ありがとうございます。まあ一般的にお寿司屋さんのやつがなかったりとかはしますけどね、はい。あのアナゴとかね、コハダとかは、まあ、本当にたまーにしかないですね。よっしょ。お、いい声、ありがとうございます。さて、そうしましたら皮をね引いていきますね。よっしょっしょ、はよ。すみません。よっしょ、こちらねマダイでございますね。よっしょ。お、もう一度店教えてもらっていいですか。あ、うちはあのネギお寿司って言います。よいしょ。まあ多分ネギお寿司はね日本にあるのかな、他に。わかんないですけど、はい、また千葉のね鎌ヶ谷市ってところにあります。はい。よいしょ、よいしょ。まあケータリングとかもできるんで、ホームページに LINE とかあるんで、そっちからでもね、あのお気軽に連絡もらえれば、ご予約でも、問い合わせでもね、できますのでね、よろしくお願いいたします。よいしょ。よいしょ、よいしょ。まあ、たまたまネギお寿司ってつけたんですけど、まあ、自分がネギおって呼ばれてたもんですね。よいしょ。まあ、ちょうどこのインターネット時代にもね、対応しまして、他の名前がないっていうね、あ、他の店がないっていうね、いい感じになっておりますね。よいしょと。お、茶碗蒸しの銀杏苦手意識あります。あーですよね、銀杏ね、ありますよね。よいしょ。自分もね、あの銀杏ね意味わからんと思ってる派でございまして、なんで茶碗蒸し銀杏入れるんだろうって思ってて、なんでうちの茶碗蒸しには入っておりません。はい、銀杏はなしです。ちょっとね、あの意味をちょっと教えてもらいたいところなんですけどね。まあ美味しい銀杏だったら美味しいんですかね。
どうしてもね今の時代缶詰とかになっちゃいますからね。おっしょう。おあれです場所調べたら電車2時間だった。あー遠いっすねなかなかねどうしてもどうしてもといったところでございますまあ気が向いたら呼んでいただくってのは全然ありなんで、よいしょ。まあ会社さんの懇親会とかね、先日だと幼稚園とかの団体さんのところで先生たちのね懇親会みたいな感じでやりましたけどね、よいしょ。まあ毎年いただいてるんですけどね、ありがたいことに、よいしょ。お、ここから約1時間、家からおお、ありがとうございますまあけど1時間はね、さすがにちょっとね、よいしょ、行くってなると遠いですよね。まあ何かこちらにお越しのご用事があればといったところでございましょうか。はい、よいしょ。この辺だと、なんだろう、あ、有名なだとあのアンデルセン公園とかありますねなんか土日とかめっちゃ混んでるみたいですけど、よいしょ。よいしょと、おっと、お、店だからすごい仕込み入れてる結構ね仕込んでますねよいしょよいしょ、マダイでございました。よいしょ、ピッピッピッと、そんなこんなやってたらそろそろご飯が炊けますね。もうちょっとでちょっとすいませんが終わりに、よいしょ、したいと思います。おしょ、アンデルセン公園って船橋ですか。あ、確か船橋だったと思いますね。はい、よいしょ。うちんちちょっと行ったら船橋みたいな感じなんですよね、うちの店。はい隣の隣ぐらいが船橋ですかね。はい、よいしょ。お、バイトとか取ってるんですか。あ、そうですね、今バイ、はい、アルバイト、まあランチは一人でやってるんですけど、夜はアルバイトの子が来て2人でって感じですかね。まあ今現時点では募集はしてないんですけどね。はい、よいしょ、黒鯛皮引いてます。よいしょ、よいしょ。お、ゴールデンウィークに成田空港を使うので帰り寄れたら寄ります。あら、ありがとうございます。あ、成田行かれるんですね。あ、確かにそこから、そうですね、車とかだったら来れるかもしれないですね。はい、まあ、車結構この辺混んだりするんで、ちょっとその辺はお気をつけていただけたらと思います。よいしょ。よいしょ。よいしょ。お、なんか伊豆、稲取かそこらにホテルがあって、このタイの似たやつうまそう。でもここもうまそう。ありがとうございます。ありがとうございます。よし。結構意外とこの業界ね、あの魚好きでやってるみたいな人がね少ない気がするんですよね。よいしょ。まあ仕事でやってるとかね。よいしょ。まあ寿司が好きっていうのはあるかもしれないですけどね。よいしょ。なんでね、魚好きでねやってるっていうのはね、結構やっぱアドバンテージでかいのかなって思ったりしてます。よいしょ、よいしょ。おっと、破れちゃった。お、確かヒカキンが言ってたのか。あ、そうなんですねヒカキンさん、よいしょ、よいしょ。あんまり見てはいないんですけど、なんかよくお客さんとかもお話しされてますねよいしょ。よいしょ、よいしょ。こちらでね、クロダイでございましたね。よいしょ、よいしょ、クロダイでした。よし、さて、そうしましたらちょっと
ご飯をね合わせないといけませんので、よいしょ、本日はこの辺で終わりにしたいと思います。よいしょよいしょ、コメントたくさんありがとうございました。よいしょ、まだ皆様いらしているのに申し訳ございません。 お疲れ様でした。ありがとうございます。お疲れ様です。最後までご覧いただきありがとうございました。またご都合が合えばぜひよろしくお願いいたします。失礼いたします。